こちら、きら星十字団相談所。仮面に素顔を隠し暗躍する者たち、それがきら星十字団。そんな彼ら彼女らは二面性を持っており、学園で見せる顔と、きら星十字団で見せる顔がまるで違います。そうですね。このコーナーはリスナーさんのお悩みを解決していくコーナーですが、二面性を持ったきら星十字団らしく、リスナーさんのお悩みに対して全く別の答えを2つ用意しちゃうコーナーです。うん。ではでは、リスナーさんのお悩みを銀河解決していきたいと思います。行こう、まずはユマンソンさんのお悩みです。銀河こんにちは、こんばんは、そしてきら星。きら星、早速ですがお悩み聞いてください。私は暗所恐怖症なのか、暗いところが超苦手です。なのでいつも部屋の電気をつけて夜眠っているのですが、やっぱり眠れません。 2,3 時間おきに目が覚めてしまいます。リアル眠れないんだ状態です。暗い場所の苦手を克服するにはどうすればよいでしょうか。はあ。つまり暗いのが怖いから電気は消せないんだけど、明るいと眠れない。これは結構な相談が来ましたよ。難儀なね。うわー、え、宮野はどっち派？寝るとき全然大丈夫。もう暗いの大丈夫ですね、僕ね。なんか何も関係なく寝そうだよね。ほらデリケートどこでも寝れそうだよね。私デリケートよ何人だよでも本当に、そうだね、なん難しいな。これらはね、もう普通にあのなんていうの、カウンセラーお前言った方がお前の答えはいつもざっくりとしてるなズバッとくるな。俺たちには手に負えねえよ。相談しようと。暗所恐怖症は。あ、じゃあその先生の方に相談して、うん、あの解決策をもらってほしいということで、うん、まあ確かに暗所恐怖症の解決ってどうすればいいのかね、僕らもわかんないけども、マモちゃん的には、俺的にはね、もう一個あって、うん、アイマスクなんてどうだろう。目つぶるのは平気なの？だってね、目つぶれないと寝れないでしょ。目つぶるのも暗いじゃん。だって目つぶるのが怖いんだったら電気関係ないじゃん。もあのちょっと明るいじゃんちょっとまぶたの先が明るいじゃん。いや、わかんないわかんないけど、ほら部屋自体は明るいわけじゃん。でもあれなんじゃないの、その眠る前のあの真っ暗な時間が長いと怖いんじゃないの、うん、だから、うん、その時にさ、あのじゃあわかった、あれだよ、あのこの番組を聞けばいいんじゃない。耳元で僕らがほら、うん、怖くないよ、大丈夫だよ。そんなさ、優しいこと言ってるシーンなかったよ、このラジオ今から言おうよ。あ、分かった。今から言って、そこだけを切り取って、うん、録音して、うん、いいよ。で、うん、眠る前に、うん、安眠できるように怖くないよって言ってあげるってどう？使ってもらおうか。うん、そうだよ。じゃあ、りょうへいくんから行こうよ。羊が一匹ごめん、笑っちゃったそうきたいっちゃん眠れるやつ来たね。よ、オッケー、行こう。いいでしょ、うん。羊が一匹、羊が2匹、増えた、羊が3匹、眠れたかなこれです。これを録音して、眠れない日はこれをですね、頑張って電気は消してみて、でも怖いと思ったらこれをかける。そうすると耳元で僕らがずっとそばにいるよ。怒ってんじゃないかな今バカにすんなっつって怒ってんじゃないかなということで、僕らの解決方法はカウンセリングを受けるひどいよ良平くん、それざっくりとしすぎ。でも もっとひどいのが、僕らの羊が一匹をかけるのどちらかです、はい、どちらかを選ぶかはあなた次第。もう一個だけ、あのさ、うん、2,3 時間は眠れてるわけじゃん、うん、ってことはさ、少なくとも眠りにはつけるわけじゃん。つける、頑張ればつける、うん、そしたらさ、タイマー式のライトってあるじゃん、あれにすりゃいいんじゃね。正論ですよねはい、すいませんでした。寝たら消えるようなライトを買ってくださいそれです、はい、それが一番でございました